皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。神奈川県は川崎で開業しています桜歯科医の沢村です。先日患者さんからこんなお話がありました。ひまわりを地ねちったで見てきました。とても良かったから先生も見に行ってみてはどうですか、というものです。地ねちったとは地元のシネコン、映画館、複合施設のことです。一瞬ひまわりってかなり昔の映画があるけど、それしか僕は知らないなぁという疑問が脳裏によぎりました。私が知っているひまわりはとっても古いもので、ビットリオ・デシーカ監督の作品でソフィア・ローレンさんが出演されているものなんですけど、それですか、と尋ねたところ「ええ、そうですよ、リバイバル上映していたものですから」との答えでした。でもその映画なら DVD でも販売されているから、お家でゆっくり見ることができるのに、と私が言ったところ「これから先大きなスクリーンでこの映画を見ることができるかどうかわからないので、今回が最後のチャンスだと思って行ってきました、とおっしゃられたのです。趣味が映画鑑賞だなんていつも言ってるくせに、近頃映画館にも足を運ばず、ほとんど DVD 等でですね済ませている私としては、目から鱗が落ちるような気持ちになりました。映画を見るとは何たるか、原点回帰をしなければなあという気持ちにならせてくれたんです。そういうことに気づかせてくれるご意見でした。そして今回はですね、映画の中に見る歯13としてですね、ひまわりをお送りします。この映画は今から40年以上前で、制作が主にですね、イタリアで制作されまして、1970年に公開されて、主人公のアントニオを演じるのがマルチロ・マストロヤンニさんで、ヒロイン・ジョバンナを演じるのがソフィア・ローレンさんなんです。監督のビットリオ・デシーカさんとソフィア・ローレンさん、マルチロ・マストロヤンニさんはこの「ひまわり」以前にもたびたび共演されているので、この映画でもぴったり息が合っています。ソフィア・ローレンさんについては、他の作品でも感じていたのですけども、仕草行動からだけでなく、彼女の、漆黒の瞳がですね、物語る、隠そうとしても隠しきれない情熱と強い意志をこの映画では特に感じました。現在ではですね、アメリカのハリウッド映画が主流なので、ある程度、お年をいった方、お年を召した方で、大とビットリオ・デシーカさん、マルチェロ・マストロヤンニさん、ソフィア・ローレンさんをご存じない方も多いかと思いますが、1970年代は、ハリウッド以外のイタリア、フランスの映画も人気があり、よく公開されていました。ストーリーはですね、ネタバレになるんですけども、時代、国の設定は第二次世界大戦中のイタリアです。この当時、ドイツ、イタリア、日本は同盟を組み、アメリカ、イギリス、ソ連等の連合国と戦争をしていました。イタリアはドイツに協力するという形で、アフリカ戦線、東部ロシア戦線で戦っていました。特に東部ロシア戦線は、ソ連は領土がひどく、戦線が限局せず拡大し、補給路が確保できず、玄関で泥沼化しているので、ここに送られる兵士はいわくつきであったりして、例が悪いんですけども、移動でですね、僻地に追いやられる会社員さんのようで、忌み嫌われる戦場だったんです。アントニオとジョバンナはナポリの海岸で、出会い恋に落ちます。しかしアントニオはアフリカ戦線行きを、控えた兵士だったんです。愛し合った2人には時間が足りません。結婚をし、結婚休暇をもらって出征を遅らせたのです。しかし、結婚休暇は12日で、あっという間に過ぎてしまいます。離れたくない2人はある計画を立てます。アントニオが発狂して精神病になったと偽り、精神疾患による除隊を狙ったんです。しかしですね、精神病院でアントニオとジョバンナの行動がつぶさに観察され、詐病がバレてしまうんです。
罰として先ほどお話しした最も過激な東部ロシア戦線送りになってしまうんです。出征の日、ミラノの駅においてアントニオは、心配するジョバンナに、毛皮を土産にすぐ帰ってくると言って列車に乗り込むのでした。そして月日が経ち終戦を迎えるのです。ジョバンナは夫アントニオの帰りを心待ちにし、ミラノの駅へ迎えに行くのですが、彼は現れることはありません。駅に到着する機関兵にアントニオの写真を見せながら、ジョバンナは手がかりを探します。そしてある日、過酷なロシア戦線で、アントニオと行動を共にしていた一人の機関兵に会い、ドン川では生きていたという話を聞くんです。極寒のロシアを行軍中、アントニオは体力の限界に達し、雪の中に倒れ込んでしまいます。この機関兵も助けの手を差し伸べますが、彼自身も体力の限界の手前です。アントニオもそれを察してか、行けと目で合図します。そしてそれが二人の別れとなり、アントニオを見た最後だったというのでした。それでもジョバンナは諦めません。絶対に生きていると。やがて情勢が変わり、ソ連ではスターリンが亡くなり、ソ連国内に入れるようになりました。そしてジョバンナは意を決してソ連に行くことにしたのです。ソ連に行ったジョバンナは外務省に行き、事務官の人に辺り一面延々と広がる、ひまわり畑へと案内されるのです。このひまわり畑の下に亡くなったイタリア兵と、ロシア人が埋まっていて、慰霊碑があり墓地になっていたんです。墓碑名にアントニオの名前が見つからないものの、同行の事務官が諦めなさい、生きたイタリア人はいないというのでした。それでもアントニオの死を信じず、諦めないジョバンナは、言葉が通じない中、一枚の彼の写真を頼りに、彼の消息を尋ねて回るのです。諦めずに彼を探していると、ある村で、写真を見た人から一軒の家を紹介されるのでした。家に行ってみると、女の人が庭で洗濯物を取り込んでいました。その人にジョバンナがアントニオの写真を見せると、その女性は悲しい浮かぬ表情を浮かべ、そして家の中からは小さい女の子が挨拶するのです。このロシア女性は、状況を察したのでしょう。ジョバンナを家へ招き入れるのです。家の中ではベッドに枕が2つ置いてあり、家族の生活が見て取れて、ジョバンナは泣き崩れてしまうんです。それからロシア人女性、名前はマーシャと言いますが、マーシャはたどたどしいイタリア語で、戦時中に雪の中で凍えて息が途切れかけているアントニオを見かけ、そして助け、記憶も失っているといういきさつをアントニオを責めないようにジョバンナに哀願しながら話すのです。やがて遠くから汽笛が聞こえ、時計を見たマーシャはジョバンナを駅に連れて行きます。次々と汽車から降りてくる人たちの中にアントニオの姿がありました。アントニオは足を負傷して足を引きずりながら歩いてきます。マーシャが、アントニオに駆け寄り、ジョバンナの方を指さします。2人はお互いに目が合ったものの、ジョバンナはアントニオが乗ってきた汽車に飛び乗り泣き崩れるのでした。イタリアに戻ったジョバンナは失意の日を過ごします。片やアントニオもジョバンナと再会し、ジョバンナの記憶を取り戻し、その後防ぎがちになっていました。ある日見かねたマーシャがアントニオにイタリア行きを勧めるのでした。出世の時ジョバンナに毛皮を買ってくると約束した、毛皮のマフラーを、デパートで買うシーンが出てきます。いいものが2000ルーブル、それより安いもので1500ルーブルと、多分行員のアントニオにとっては、手持ちのお金が全てぐらい高いものだったのではないでしょうか。それぐらいしかアントニオができる、誠意はなかったように思います。イタリアに着いたアントニオは、ジョバンナに会おうと連絡をします。しかしジョバンナはもう一人ではないと言い拒否します。しかし再び連絡し、ジョバンナと会うことにこぎつけます。再会した時、停電なのか電気がついていませんでした。そんな中アントニオは、極寒の雪の中で倒れ、あの時それまでの自分は死んだというのです。そして別人になってしまったのだと。
あの時心から頼れたのはあの家マーシャだけだった。あれほど死を間近にすると人間は感情さえ変わってしまう。確かにそこでロシアで暮らした小さな平和の中に理解しろと言っても無理だなぁと、こんなことになるとはというのです。そして長い沈黙が続き、暗がりの中ろうそくをつけるとお互いの顔がまざまざと見えるのでしょう。ジョバンナがお互い年を取ったわねと言い、アントニオが無言でうなずくのです。お互い別々に暮らした歳月は元に戻らないということなんでしょうか。しかしアントニオはジョバンナに会っていると、雪の中で死んだ別人格ではないジョバンナを愛していた頃の感情に戻るのでしょう。アントニオはジョバンナに何もかも捨てて二人で逃げようと、提案するのです。しかしこの時隣の部屋で赤ちゃんの泣き声が聞こえてくるのです。ジョバンナにも赤ちゃんが生まれていたのです。ジョバンナはそのことを告げ、子供を犠牲にはできないというのです。しかしジョバンナは心からアントニオを愛していたんでしょう。子供にアントニオという名前をつけていました。アントニオはそのことを聞き、お土産の毛皮を、渡し、ソ連に帰る決心をするんです。翌日ジョバンナはアントニオを駅に見送りに行きます。くしくも今回アントニオを見送るホームも戦争中に、出征する際アントニオを見送ったホームと同じだったんです。前回は悲しいけれど夫が帰ってくるという希望がありました。今回は二人には別れしかありません。ジョバンナは別れの汽車を、涙で見送るのでした。そこで場面が変わり、ひまわりの畑がアップされ、延々と広がるひまわり畑が映し出されて終わるのです。実はオープニングのシーンでも延々と広がるひまわり畑が映し出されるのですが、ひまわりの羽が一個一個アップされるのは途中からなんです。このオープニングとエンディングにかかる曲が、ピンクパンサー、ティファニーで朝食をなどの名曲を作ったヘンリー・マンシーニさんのものです。とても物悲しく綺麗なメロディーで素晴らしい曲です。今までですね、あらすじをお話してきました。第二次世界大戦によって引き裂かれた夫婦の愛の物語、反戦映画であるわけですが、40年も経って今、主演のマルチェロ・マストロヤンニさんもソフィア・ローレさんもお亡くなりになっているこの今、この映画がクローズアップされているのはなぜでしょう。この映画はですね、イタリアだけでなくソ連でも制作されているんです。1970年代は、鉄の、カーテン、冷戦時代と言われており、ロケーション撮影が、実態をよくつかめず、まあ閉鎖的な、まあこれは今でもそうかもしれませんけど、ソ連国内で行われたのです。つまり冷戦期に、ソビエト連邦で初めて撮影された、西側諸国の映画なんです。まあ初めての西側諸国の映画なんです。そして延々と続くひまわり畑もソビエト連邦で撮影されました。その後ソビエト連邦はペレストロイカが進み、1971年に解体し、ロシアとその他の独立国となったので、撮影地は正確に言うとウクライナの、中部都市ポルタワ近くにある、チェルニーチヤール村なんです。ご存知のように今ロシアが、ウクライナに侵攻し戦争が行われています。ひまわりの花はウクライナの国の花、国花であり、以前にニュースであるウクライナの女性がロシア兵に詰め寄り、戦死しても花が咲くようにポケットにひまわりの種を入れなさいと、叱責する映像が流れていました。そんなことからひまわりは抵抗、反戦のシンボルを表すわけです。40年以上経って今この映画が劇場公開される経緯は、ロシアのウクライナ侵攻を中止してほしい、ウクライナの安全と平和を願うということから、始まったのです。もちろん上映は地元のチネチッタに限らず全国でもされているようです。また上映で得た収益の一部は今回戦火における、人道支援のため寄付に充てているということだそうです。とても素晴らしい話ですよね。話は変わりまして、この映画で歯に関わるシーンが出てくるかというと、ごめんなさい、タイトルに偽りありですが全然出てきません。しかしひまわりの種はトットコハム太郎の代表されるハムスターの好物ですが、実は
人の健康にもとっても効果があるんです。まずは不飽和脂肪酸であるリノール酸、これはですね、人間の体では作れませんが豊富で、血中コレステロールを減らし血行を良くする働きがあり、高血圧、動脈硬化を予防します。特に高血圧の方は歯周病になっている割合が多いので、ひまわりの種を食べていただくといいと思います。次にビタミン B 群も豊富で、血糖値が上がらないようにする作用があり、糖尿病の方は歯周病に、歯周病の方は糖尿病になりやすいので、血糖値を、下げる面においておすすめです。さらにビタミン E、 ミネラル類が豊富で、活性酸素を抑えてくれる抗酸化作用があり、お口の中のアンチエイジングに役立ちます。またビタミンの葉酸も豊富で、増血作用、細胞の生まれ変わりを助けるので、歯周病で歯茎が弱っている方にとってもってこいです。しかしアーモンド、ナスと同様高カロリーなので食べ過ぎに注意です。以上、映画ひまわりについてでした。思い入れがある映画なのであらすじの部分が多くなりましたが、ぜひ私の稚拙な話ではなく、本作品をご覧になってください。そしてその際、オーバーラップして今現在も行われているウクライナ紛争についてもお考えになってみてはいかがでしょうか。お口と歯のことで何かお悩みの方は、当院に、ご相談ください。連絡先は概要欄に記載しております。皆さん、ご自分の歯大切にされていますか。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆さんの温かい応援、チャンネル登録並びいいねマークのワンプッシュいただけると幸いです。よろしくお願いします。